バーツラフ・ノイマンは、チェコの指揮者。1968年から20年以上にわたって、チェコフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務め、同管弦楽団の国際的な名声を築き上げた。プラハ生まれ。プラハ音楽院でビオラを学ぶ傍ら、同時に指揮をバーツラフ・ターリヒに学んだ。在学中から、音楽院内の弦楽師重奏団で、ビオラ奏者を務めた。 1945年に、チェコフィルハーモニー管弦楽団のビオラ奏者となる。同じ年に、音楽院時代の弦楽四重奏団が、スメタナ弦楽四重奏団として、正式にデビューした。1947年、当時チェコフィルの首席指揮者であったラファエル・クーベリックが、急病となり、その代役として指揮者デビューを果たし、これ以後指揮に専念するため、 スメたな玄学始終相談を退団した。さらに、1948年に、クーベリックが共産党支配体制に反発し祖国を離れると、チェコフィルの常任指揮者となった。1950年、クーベリックの後任に、カレル・アンチェルが就任すると、同学団を離れ、ブルの公共楽団、プラハシ公共楽団で指揮を取り、その後活躍の場を東ドイツに移す。 1957年から1964年まで、ベルリンコーミッシェ・オーパーの首席指揮者、1964年には、ライプツヒエヴァントハウス管弦楽団の音楽監督、及び、ライプツヒ氏の音楽監督に就任した。1968年、プラハの春に、ソビエトが介入するとアンチェルはカナダに亡命。ノイマンはその後任として、チェコフィルの首席指揮者に就任し、 祖国に戻った。この際、ソ連の介入に東ドイツが同調し、東ドイツ軍を参加させたことに抗議して、ライプツヒのポストを辞任している。また、シュターツカペレドレズデンの主席指揮者を務めていた、同胞のマルティン・トゥルノフスキーも同様に職を辞した。その後1970年から1973年まで、シュトゥットガルト国立歌劇場の音楽監督を、 兼任しているが、1990年に名誉指揮者となるまでの22年間チェコフィルの首席指揮者の地位にあり、数々のツアーやレコーディングを通じ、同感弦楽団の国際的名声を築き、高めていった。この頃、ウィーン音楽院の教団にも立っている。日本へも1969年の初来日以降、9度来日し、演奏を行った。 1976年の来日の際に、日本で、チェコフィルとプラハフィルが主団で、ベートーベンの第9公共曲をレコーディングしている。1989年、チェコ国内で発生したビロード革命では一貫して、民主派側につき、11月17日から20日の間、スメタナホールにおいて、連日、スメタナの我が祖国を演奏して、学生ら活動家を応援し、 民主化が成功した直後の12月14日には新大統領のバーツラフ・ハベルを招いてベートーベンの第9を演奏するなど様々な面で活躍した。この直後、イルジー・ビエロ・フラーベクに主席指揮者の地位を譲るが、その後もチェコフィルとの活動は継続した。1995年9月2日、滞在先のウィーンで成去した。ノイマンとチェコフィルによる演奏は、 特に国外のツアーでは、スメタナやドボルザーク、あるいはヤナーチェク、マルティヌーといった自国の作曲家の作品を取り上げることが多く、特にあと2社の普及に果たした役割は大きい。また、スークの作品もしばしば演奏している。マーラー作品へも深い愛着を示し、二度にわたって、マーラーの公共曲全集に取り組んだが、公共曲第7番と第8番を残し、 二度目の全集完成前に亡くなった。遺作となった第9番の録音が完了したのは、そのわずか5日前だった。やや意外なところでは、オペレッタ序曲集を二度にわたって録音し、コーミッシェオーパー時代の片鱗を示している。指揮者のヘルベルト・ブロムシテットは、ノイマンについて、生来の音楽家であり、そのコンサートは、すべてがとても軽やかに、そしてごく自然に流れていましたと評している。 ABC ブロムシテット24ページ。岩下コーピコル -003045 ページ。ブロムシテット25ページ。ありがとうございます。